あれあれあれ、もしかして桐生さんですか？ん？うはー、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グビビビビ、ちょっとちょっと、忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた、ほら。育ち、あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男、かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の冴島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、冴島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな、すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んだんです。門下生や冴島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして何か重い理由があるのか。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。で、そのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやー、しかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができたら勝てるわけないですもん。あんな貧弱だった僕がこんな屈強な男になれるんですからね。そうだな、じゃあ俺はこれで。ちょ、キリュウさん。いや、キリュウ、待て、こら。あ、なんだ。怖い。でもこれを乗り越えないと。よし、やいや、キリュウさんじゃない、キリュウ、僕と、いや俺と勝負してくださいな。勝負？お前と？そうですよ、僕はね、ずっと桐生さんや冴島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっとちょっと、帰らないで。めんどくせえな。悪いが、そんなのに付き合う暇はないんでな。くぅ、いいもんいいもん。なら、こっちから行きますよ。ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね、僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていても、それを体でうまく実践できなくて。はあ、どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。やっぱりそうですよね。
わかりました。キリュウさん、僕この体を活かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、え？まだやるのか。もちろん、キリュウさんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もしキリュウさんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということで、またよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。せがって危ない。どうした。髪がないわ。髪がのうて困っとるんです。これがありゃの、これがあり、これ。そう、これです。ありがとうの。あんたが石垣さんか。あ、はい。私、石垣明と申します。あなたは。桐生と申します。ああ、あなたが。太一君から話は聞いております。この度は太一が本当に申し訳ありませんでした。いえ、今はとにかく一刻も早く息子の元へ戻らねばなりません。桐生さん、治療費をいただいてもよろしいでしょうか。でなければ太一君に借金をしてでも払っていただくことになるのですが。20万用意しました。これで早く治療をお願いします。ありがとうございます。
いただきます。それでは私は沖縄の息子のもとへ帰ります。治療が終わったら太一君を通じてまた連絡しますので。わかりました。無事に治療が終わればいいが、一旦太一に連絡するか、さっきかかってきた番号にかけ直せばいいのか。ん？なんだ？留守電か。仕方ね、朝顔にかけるか。もしもし、綾子か。太一はいるか。ああ、ちょっと変わってくれ。太一か。今石垣さんに治療費を渡した。だからもう安心しろ。え？石垣って誰って？お前が怪我をさせた友達の父親だろ。何？友達に怪我なんてさせてない？そういえばお前、喉は治ったのか？声が元通りになってるじゃねえか。何のことって？お前冗談だろ。いや、そうか、分かった。変なことを聞いて悪かったな。ああそれじゃあな。そういやテレビでやってたんだけど、オレオレ詐欺ってあんじゃん。ああ、なんか一時期話題になってたよな。電話でオレオレって言って金を騙し取るやつだろ。そう、あれってさ、普通声で気づかねえ。騙されるやつ意味わかんねえんだけど。わかる、あんなのマジで引っかかるやついんのかよって感じだよな。はあ、行こうぜ。ああ。どうやら高い授業料だったみたいだな。出した方が身のためだぜ。何をやってんだ。時間食っちまった。Thank you.
何をやってんだ。しかし、時間食っちまった。この前この辺をドローンが飛んでたよ。へえ、実際飛んでんの見たことねえわ。てか飛ばしていいのここって。知らねえ。ドローン。うわなんだ。何かあったのか。ああ、いや、ドローンが突っ込んできたんですよ。ドローン？え、知らないの？あれですよ、ラジコンヘリのハイテク版みたいなやつ。そんなものがあるのか。で、それがあんたたちを襲ったってことか。襲われたのかは分かんないけど、気がついたら私たちの方にバーって突っ込んできたので、とっさに避けたらそのままどっか行っちまって。そのドローンってのはどっちに行ったかわかるか。ん？多分あっちだったかな。そうか。何？チッ、あれがドローンってやつか。何のつもりだ。向こうに飛んでいったな。追ってみるか。今度は逃げねえのか。追いかけっこでも始めようってのか。待て！
か？助けてください。なんだお前は。よかった、やっとついに来てくれた。お願いです、助けてください。待て、一体何なんだ。そんなことは後で説明しますから、早く一緒に逃げてください。おいおい、どこ行こうっていうの。いい、しまった。なんだあんたらは。こいつとどういう関係だ。ああ、どうかお気になさらず。彼とはね、ちょっとしたお友達でして。違う、僕はこの人たちに脅されてるんです。ドローンを飛ばして街中をビデオに撮れって。おい、困るな、そんな言い方しちゃ誤解されちゃうじゃないか。こいつの怯え方に嘘があるとは思えねえな。だからどうかお気になさらず、とっとと消えろって。怪我したくねえだろ。仇のガキを食い物にするなんざヤクザのすることじゃねえ。お説教どうも。お礼に二度と立てないようにしてあげるよ。やっちまえ。うわすごい。いい加減説明してもらおうか。何があった？僕半年くらい前に神室町の公園でドローンを飛ばしてたんです。そしたらドローンの調子が悪くて、飛んでたのが急に止まって落ちちゃって、でたまたま通りかかったこの人たちに当たっちゃったんです。それは単にお前の不注意だろう。はい、分かってます。もうみっともないくらい泣いて謝ったんです。怪我したならなんとか親に頼んで治療費も払いますって。でもこの人たちはそんなことはいいから自分たちに協力してくれって言って、それからずっとここに軟禁状態で、命令通りにカメラ付きのドローンを飛ばし続けていたんです。分からねえな、こいつらは。何だってそんなことをお前にさせてたんだ。多分この町の情報を集めようとしたんだと思います。飛ばしてで分かりましたけど、人間って上から誰かが見てるなんて思ってもいないんです。周りに誰もいなければ人間何でもやれちゃうもんなんですね。上から見られているとも知らずに。なるほどな、情報は金か。この町ならなおさらのことだな。僕なんとか逃げ出したくて、隙を見てはドローンを低空で通りに突っ込ましたりして、ドローンを捕まえようとする人を待ってたんですけど、みんな怯えるばかりで全然追いかけてくれなくて、だからあなたを見つけた時最後のチャンスだと思ってかけたんです。強そうだし、もしこの人がここに来てくれたらなんとかなるかもって。ドローンの暴走はお前からの SOS だったってわけか。だが下手すりゃ怪我人を出すやり方だ。しっかり反省するんだな。はい、すみません。さあもう行け、家族が心配してるだろう。はい、あの本当にありがとうございました。こいつで情報収集か。時代の流れってのは早すぎるぜ。
ほら。うまそうだな。来い。うまそうだな。うまそうだな。よーし、いい子だ。よし。桐生さん、ありがとうございます。また懐いた猫がいましたら連…キリュウの兄貴、どうでした？サツからは何か情報はもらえたんですかいの？少しだけだ。あとでまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には私よりキリュウさんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママデカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノーを言うた。大丈夫か、ユータ。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそうでかなわん。余計なお世話ですよ。大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですか。バカだれ、お前が何も口聞かんからわしも黙っとっただけじゃ。警察の話じゃ、辰川をやったのは中国マフィアの連中らしい。中国マフィアって例の西欧会とかいう？ああ、辰川は情報屋としてその西欧会に使われてたって話だった。何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな。しかしえげつなことしよるな。辰川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった。見せしめっちゅうことですかの。なんか俺が知ってた辰川とは別人みてえだ。神室町でホストになったと思ったら、そいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装で、やっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよ。俺は辰川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのに、すっかり気持ちが冷めちゃいましたよ。これからどうします兄貴？辰川が死んどるんじゃ遥さんのことも何も聞き出せんで。分かってる。だが俺は中国人がなぜ辰川を殺したのかを知りたい。と言いますと？辰川が中国マフィアに追われてたんなら、遥やハルトもその件に巻き込まれたって可能性がある。ん？もしそうなら、遥ちゃんがひき逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすか？まだそう言い切れるだけの材料はない。だが辰川って男にはわけのわからないことが多すぎる。確かにそうっすね。キリュウ、邪魔して構わないか？広島の広瀬一家？
って言うとあんたら陽明連合会の関係か。陽明連合会直系の舛添組さんか。その末端の組ですわ。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ、薩の旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろ。悪いけど聞いたことねえよ。なんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの。それよりな、キリュウ、ちょっと遥かのことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。うん。お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだ。都内の警察病院にな。何かあったのか。ああ、前の病院に東上会を名乗る連中から遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな。東上会か、遥かを。そう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえ。とにかく俺も気持ち悪いんでな、人目につかねえように病院を移したんだ。一応念のためだが、遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている。遥かの容体は変わりなしか。あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい。お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられりゃ、もう移す病院のあてもねえ。そうか。せめて遥かの意識が戻ればいいんだがな。秋山はどうしてる？あいつも遥かについててくれていたろ。遥かを警察病院に移した時、秋山にも離れてもらった。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで秋山に聞きたいことがあるんだ。いや、用があるときは向こうから連絡してくるって言うんでな、こっちからは連絡の取りようはねえ。でもお前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいたとき、エドっていう中国人とやり合ってな、多分西洋会の中でも幹部クラスだ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。その後エドから西洋会が辰川を殺した理由を聞き出す。なるほど。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあ、お前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。殺された辰川が神室町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥かとのやりとり、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。さっきの伊達千代でか、年は食っちゃるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええよじゃ。そうっすね。伊達さんに任せておけば、辰川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないすか。そうかもしれねえな。だが俺は一刻も早く遥かの事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに急ぐんです？薩も辰川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくね。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く。例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。お前らはここにいて、いつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますけ、気にせず向かって使わさい。キリュウの兄貴、気をつけてください。そうだな。うまそうだな。ほーら、うまそうだな。よーし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に
連絡するか。また懐いたね。そうだな。ほーら、うまそうだな。うまそうだな。行ってしまった。何見てる。たく、時間食っちまった。誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。お前は逃げなくてもいいのか。
どうも、キリュウさん。俺ですよ。覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でも、キリュウさん、なんでまたこんなとこに？秋山さんなら、前にあんたと出てったきり、ここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか。できなかないけど、少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。ああ、あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直、そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話を起こすように伝えてもらえるか。分かったよ。少し時間をくれ。ああ、頼む。桐生だ。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる？まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ？採用会の中でってことですか？幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口聞けるメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか？エドと話したいって、なんでまた？採用会がハルカの事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど。なんだ？キリュウさんが店行って江戸と話したいと言っても、手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか？いいのか？どこで会う？劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。キリュウさんはお一人ですか？ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも、今度はつけられないようにしてくださいよ、キリュウさん。わかってる。
障りだ。さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。登場界の人間が俺を。秋山、どうもちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですからその割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？
人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリュウさん。お前、なんでここに？最近、この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことをキリュウさんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の素骸ってのも穏やかじゃないんで。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時、カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると、東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を。ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。で、その構想が収拾つかなくなると、サツはうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと西洋界がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを？俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えて、人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。
だが俺は。分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。